ンポン。はい、この色気って再生数爆上がり説、完全にホラーの絵面なんですが、何してんの？胸を強調すれば再生数爆上がりするらしいですよ。胸よりも首に目が行くんですが、もっと胸を強調しないとダメなんちゃう？さすがドスケベクイーン、あかり。誰がドスケベクイーンだ、やめろ。うらぁ、テキストと実物のギャップが涙を誘う。うらぁ、なんかお笑い感増したな。うらぁ、待て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 、なんでお前分身したの？え、インパクト出るでしょ。安直に数の暴力に走るのやめろ。首に切れた女5人がぶら下がってるように見えてただただ怖えんだよ。おい、聞いてんのか。一番右の本体に行ってんだよ。あ、私ゆかり2です。お前2かよ。何、うちが見てない間に場所入れ替わっとんねん。ランダム要素って大切ですよね。この場においてはただただうぜえ。じゃあ、別らにインパクトも出たことですし、インパクトしかねえけどな。ちょっと、ここに色気を加えていきましょうか。あ、はい。谷間、不運、崖、父揺れ、死にかけてるセミの最後のあがき、父の手は空気かすみ、やる気あんのかてめえは。じゃあ、あかりちゃんもやってくださいよ。ほら、ほら、やめろよ、バカタレ。かわいいけど趣旨違くない？